こんにちは。マリサだぜ。霊夢だよ。今回もリッチレイサーズ2ね。うぷ主、相当ハマってるのね。というより大昔にハマって、最近 PS5 で遊べるのが嬉しいんだな。なるほど、でオープニングは飛ばさないのね。そうだぜ、うぷ主は毎回いるぜ。グランツーリスモは毎回飛ばすのにね。てか、グランツーリスモの毎回いるやつなんかおらんやろ。まあねー。何度見てもいねえ、とうぷ主は言っているぜ。うぷ主、相当好きねえ。全く否定できないぜ。うぷ主、バーチャファイター3も毎回見るもんね。どちらも全く否定できないぜ。うぷ主、何にも言えないわね。うぷ主、もう焦点寸前だぜ。うぷ主、この辺りで焦点ね。うぷ主、焦点した。わかりやすすぎるわ。気を取り直して。今回は前回予告した。デュエルとの1対1の勝負をするぜ。前を走るデュラル、じゃなかった。デュエルより先にフィニッシュラインを、通過すればいいのね。そうだ、好きなコースとクラスを選べるぜ。あ、またウプ主の大好きなコースね。そこを手始めに、クラス1で走るぜ。アーケードモードなら、クラス6でも。2周目でトップになって、最終ラップは1台で、タイムアタック状態になったが、タイデュエルでは、最終ラップの最終ストレートまで、もつれ込むぜ。へぇ、気を抜けないのね。何回かミスをしたら、勝てないぜ。前にいる、あの車がデュエルね。そうや。あいつより、前で3周走り切れば、と思ったら、速すぎない？デュエルだからな。でもまだクラス1だからマシだぞ。そうなん。無理に抜こうとせず、ミスしないように綺麗に走れば、最終ラップの最終ストレートで抜けるはずだぜ。どこ行った？あ、遠くに見えた。ウプ主の走り方は変わらんな。デュアルセンスだし。ウプ主、昔ネジコン使っていたわね。懐かしい名前だぜ。一時期使ってみたが、ウプ主は好きになれなかったようだな。実家にパッケージに入って置いてあるぜ。かろうじて見えるわね。ま、適度にニトロを使って離されすぎないのと、ミスしないことだ。ウプ主、綺麗にドリフトしてるんじゃない？デュエルはもう次のコーナーに入ったが、焦らず、このまま綺麗に走ることだな。最終ストレートでニトロを使えそうね。多分一周目じゃ、使っても抜けないだろう。いるいる、ちょっと近づいてない？デュエルって、わざと思わせぶりな走りをするんだな。ニトロ使えるようになったわ。ウプ主、使った。見えてるんだけど、ちょっと遠い。ウプ主、ニトロ使い切った。抜けないよな。ウプ主がニトロを使ったのは抜くためじゃなく、離されすぎなくするためだな。やっぱり、デュエルはアーケードモードとは違うわね。せやな。結構近くにいるわよ。あらあら、ウプ主、どこ向いてるの？わざとドリフトして、ニトロ貯めてるのか？結局、離されてるわ。相手はデュエルだからな。ウプ主は最終ラップの最終ストレートで抜くつもりだ。なので、離されすぎないように、適度にニトロを使いながら、ミスしないように綺麗に走っているのね。クラス1ではそうするべきだな。調子に乗ってドリフトで大失敗こいたら、速度が落ちまくって、絶対追いつけないぜ。2周目でも抜く気ないから、離されないようにここでニトロを使ってるのね。ここで抜けそうなくらい近くになったが、抜けば？ニトロも使ったし、最終ストレートじゃ、どんなエンジン積んどんねん。って、くらい離されるぜ。あらー。って言ってる？言うとんな。レイダーラモン HG みたいね。レイム、古すぎるぞ。まあ、いい、最終ラップだぜ。はいなぁ。デュエルのやつ、わざとゆっくり走って、挑発しているような感じだぜ。ウプ主は乗らないのね。ここはほっとく、ニトロも使えないし。ウプ主、軽く安全にドリフトしてるわね。まだまだ仕掛けない。
ここも確実なドリフトね。ニトロが使えるようになって、並んでも使わない、抜かない。デュエルがニトロで逃げるわよ。放置プレイだぜ。なんや、それ。まあ、いい、もうすぐ最終ストレートだぜ。うつ虫、そろそろ動くぞ。ニトロでデュエルの前に出たわ。デュエルに勝ったぞ。レア、確かに、綺麗な勝ち方ね。だろ、リプレイを見るぜ。ノリノリのテクノを聞こうぜ。いいわね。スタートで一瞬デュエルが見えた後は、しばらくウプ主だけしか見えないぜ。ほんとね、ウプ主しか見えないわ。テクノミュージックのプロモーションビデオやな。ノリノリだわー。お、いた。わざとゆっくり走って待ってたみたいだぜ。こういうやつ、高速道路の追い越し車線にいるよな。こっちが追いついても走行車線に車線変更せず、車間距離が詰まってしまうと、急に狂ったように全開で加速してジュエルみたいに見えなくなるやついるいる。まあ、急にブレーキングしたり停止するやつとかも、煽り運転が社会問題となった今でもいるわ。いるよな。こっちが煽ってるんじゃなくて、追いついただけで前の車の前は空いてるんだな。大体からして道路交通法じゃ、追い越し車線を延々と走るのは違反よ。そうだぜ、追い越し車線は追い越しをする車のために開けておくんだぜ。追い越す時だけ走って、済んだら速やかに走行車線に戻るんだぜ。そういや、ウプ主、深夜の空いてる透明の上りで捕まってたわね。あれは本当のところ、ウプ主の速度が速すぎて交通機動隊が追いつけなくて、仕方なく車両通行帯違反で止めたんだな。じゃ、速度を測られていたら免停じゃ済まなかったはずだぜ。結果区間の自転車生活が待ってただろう。でも、車両通行帯違反だけで一点付加されただけだぜ。そうなんかい。自慢にも武勇伝にもならんわ。良い子の皆様は安全運転をしていますよね。もう、今、2周目よね。ソード末、1周目、2周目トープ主、何事もなかったし、普通に走っていたわね。ジュエルに離されすぎないようにな。ま、作戦だな。この辺りは本当にすぐ前にジュエルがいるわね。でも、ウプ主は2周目じゃ抜かない。もし、ここで抜いていたら？最終ラップの、なんでこんな場所でてなところで、スコーンと抜かれて、見えなくなるぜ。そうなのね。やっぱり、ジュエルだからな。最終ラップだから、作戦の見せどころね。ウプ主、ミスはするなよ。途端に右側に接触してるわ。ウプ主、最終ラップで緊張しているか？持ち直したかな？さっきは、ウプ主、居眠っていたんじゃないか？それなら、ウプ主、全く緊張していない。そうだな。デュエルは、近くで挑発してるのね。いるいる。次のコーナーで並ぶが、ウプ主は抜かないのよね。デュエルがニトロを使ってトンネルに入るわ。引き離しにかかっているのか、さらに挑発か。離されていってるわよ。ウプ主、ここでニトロを使うぜ。早い早い、並ぶ。前に出た。すぐ後ろにいるが、綺麗に抜いて、綺麗に勝ったな。ウプ主は、こんな風に勝ちたかったのね。そうだぜ、クラス1だからできるんだがな。じゃ、次は前回みたいにクラス6ね。
そうだぜ、ウプ主、クラス6で、できるだけ綺麗な勝ち方を狙うぜ。クラス6のデュエルはデゴはそうね。クラス1みたいには走れないな。頑張るが、綺麗な走りは無理かもな。ミスしていようが、デュエルを抜いて。3周走り切るぜ。車は前回から、ウプ主が気に入っている。そうだぜ、ウプ主が、シュノーケル型インダクション。だけで決めた、これや。だぜ。かっこいいのが可愛く見えてきたわ。まあ、選ぶ理由なんて、何でもいい。ウプ主の今乗っている車もそうね。そうだぜ、あんなん変態しか乗らんぜ。始まり。ウプ主、ここしか走れんのか？自信あるん。いる。走るぞ。動いた。ウプ主、とりあえず、ついていく。すでに2台とも速いわ。見えた。消えた。ウプ主、この辺りは各コーナーでドリフトだな。すでに、綺麗な走りじゃないな。そうね。修正しまくりだぜ。縁石に当たってるし。デュエルに離されないよう必死だぜ。だいぶ離されたわね。ウプ主がコーナーをドリフトで抜けると。もうデュエルは次のコーナーを抜けてて見えない。あ、デュエル、トンネルに入るわ。ウプ主がトンネルを出るとデュエルは次のコーナーだ。ウプ主、抜きはないが、離されないようにトロを使う。これだけ離されてれば、抜けないわね。ウプ主、壁に接触。なんか、挑発されてるな。とりあえず、ニトロを貯めながらついていく。結構、近くにいるわね。ウプ主が、仕掛けないからな。ニトロが貯まれば抜けそうだけど。トンネル内で使えるようになるだろうが。ウプ主は最終ストレートまで使わないぜ。ウプ主、勝った。並んで、抜いちゃったわよ。ウプ主、ユッキなかったんだがな。ルームミラー、見といてみ。だんだん小さくなるわよ。最終ラップだし、このまま引き離せない？最終ラップのデュエルの引き方は、もう、反則級だぜ。ルームミラーにキラキラ映るわね。だんだん大きく映るようになるぜ。ここでは使いたくなかったが、ウプ主も引き離そうとニトロを使う。それでも近づいてきたわ。だろ。来た来たー。だろ。追いつかれるわよ。だろ。デュエル、飛んでる。ウプ主、ラインを変えてデュエルをブロックする。勝った、けど、ウプ主何したん？デュエルが飛んで、ウプ主がラインを変えなかったら、そのまま右側からデュエルに抜かれていたぜ。なので、ウプ主は右側にステアリングを切って、斜めにデュエルに体当たりして抜かせなかったんだ。あら、強引ね。そんなんでも勝ちは勝ちなのね。ま、ゲームだからな。リプレイで見たらよくわかるぞ。しかし、ウプ主、あのドライバー視点でよくできたわね。ずっとルームミラーを見ながら運転していて。あ、やばいと思ったんだな。ウプ主って、もしかして実車の運転もうまい？常にルームミラーやサイドミラーで、パトカーや覆面が来ていないか見ているな。なんか微妙ね。そういう速度で運転しているってことだな。やっぱり、ウプ主、あかんやつね。だな。そんなウプ主だが、たががゲームで、それもリッチレーサーシリーズでも、今のような勝ち方が釈然としないようで。まあね、ウプ主の大好きなジャンルの、
バーチャファイターみたいな対戦格闘系なら、うまい、相手の動きをよく読んで、技をガードして勝ったでーって感じなんだけどね。まあな、ジュエルとの1対1モードなんか、難易度の高い対戦格闘系の、対 CPU 戦みたいなもんなんだがな。未だに CS で F1 中継を生でフリー走行から、前線未定ループ主にはレースとして許せんのだろう。なるほどねー。お、その前に、もうすぐ、2周目の最終ストレートだぜ。ループ主が計らずしも、ジュエルを抜いちゃうのね。確かに1画面に2台ともうするくらい接近しているわ。ループ主、綺麗にドリフトを決めているな。ここも、おお、ぬくぬく。ループ主ジュエルの前に出ている。で、また、ループ主の話に戻るが、ゴールの手前であろうが、どこだろうが、同一周回で、明らかに速い後ろの車に、あからさまなブロックどころか、故意に当たって、抜かれるのを阻止しているから、ペナルティどころじゃなく、失格。ポイント剥奪、出場停止、下手すりゃ、追放ってとこだな。まあねえ。ウプ主的には、そんなんが気に入らんらしい。そろそろ、その場面ね。そうだ、トンネルくらいから、ジュエルの反則球。追い上げが始まってるぜ。ほとんど、並んでドリフトしてるわ。ジュエル、ニトロ使うわ。設置して、問題の場面だぜ。ってな感じだぜ。リプレイだとよくわかったわ。確かに対戦格闘ゲームのノリね。気に入らないウプ主は、もう一回するぜ。そうなの？ウプ主、次こそ綺麗に勝ちたいらしいぜ。そんなん、できるの？ウプ主は、やる気満々だぜ。まあ、頑張りなさいな。視聴者の皆様方、ウプ主に、もう一回お付き合いお願いいたします。始まるわよ。知らんでー。もう、この場面は何回見たことか。少なくとも、今回は最後だろう。ほんまかいな？ウプ主次第だな。どうなることやら。ゴー。ジュエル、とりあえずは行っちゃうわね。OK、Let's go!ウプ主、なんとなく前回より丁寧に走っているな。そう？なんとなくだ。ま、こんなもんだな。ジュエル、ギリギリ小さく見えてる。コーナー曲がって消えた。少し近づいた？いつもの挑発だな。ウプ主、ニトロ溜まった。やっと使った。ウプ主、離されないようにだけ使ってるな。この辺の展開はいつもと同じね。ずっと視界には捉えているな。ジュエル、ウプ主が仕掛けてくるのを待ってる感じね。そんな感じだが、ウプ主、いつものように、ドリフト以外はスロットル全開のまま、ブレーキなんか触れてもいないぜ。追いつくよ。ウプ主的には塗ったくないぜ。おい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 。ウプ主はまだドリフトする前にデュエルがドリフトして右から当たってきたな。幸いうまくいったようだな。まだそこに見えるぜ。あれが直線だったら仕方なく抜いてすぐデュエルに抜き返されればいいんだが、さっきはトンネル内のコーナーだったわね。そうなんだ。もしウプ主が接触を回避しようと前回のスロットルを緩めていたら、その場でドリフト状態ってか、ピン越えてた可能性もあるな。そうなや、大幅にタイムロスして、その後絶対デュエルには追いつけないぜ。
そうね、最終ストレートでも抜けないんでしょうね。今はなんとか、比較的近くに、デュエルが見えているから。ニトロで最終ストレートで抜くぜ。綺麗にね。そのつもりだ。ニトロが使えるけど、ウプ主ここでは使わないのね。デュエルも離弾して、すぐ前にいるしな。ウプ主、最終ストレートまで温存しておくぜ。ウプ主、ここで使う。一緒に飛んで、並んだ。抜いて、勝ったわ。ウプ主、こういう勝ち方がしたかったんだな。レプレイよ、綺麗な勝ち方が見れるわね。そのはずだ。いつもスタートで思うが、レグレーションで。トラクションコントロールは OK みたいだな。まあね、どうでもいいけど。このあたりはいつものリプレイね。あ、ウプ主、知ってる。体勢には影響ないからいいだろう。ま、毎度の一周目だな。テクノを楽しむのにいいわね。ウプ主、ちょっと力入りすぎか？仕方ないかな？飛ぶ、ラリーみたいに飛ぶのはいいが。エンジン、縦置きか横置きか、どっちかな？は？横置きなら、飛んでる姿勢が。クランクシャフトの回転方向に影響されるぜ。そこまで、設定してたっけ？知らん。まあ、飛んでる姿勢や設置の姿勢からすると縦置きだろうな。どうでもいいわ。そうだな、楽しくドリフトできればいい。ウプ主、また吸った。許してやって、というかその方が、リッチレーサーらしいぜ。まあね、2周目も、この辺りは普通ね。トンネル手前のコーナーまではな。ウプ主、ドリフトを楽しんでるわね。さ、近づいたぜ。連なって飛んでる。デュエルがウプ主の右フロントにぶつける。ウプ主壁にギリギリ接触せず、あとを追う。ウプ主、綺麗なドリフトだわ。ウプ主、ニトロを使う。すぐ前に見えるわ。ウプ主、離されない。ウプ主、離されなければ何でもいいって走り方だな。そんな走り方だわね。もうドリフトもアウト側の斜めのコンクリートに乗ってるぜ。ギリギリ前の山に当たらず戻ったわね。タイムロスは最小限だな。トンネル内も、次の右コーナーも、意外と、ウプ主、綺麗にドリフトしてるわ。さあ、行くぜ。ウプ主、ニトロを使うぞ。右側から抜いて、前に出て、勝ったぜ。ウプ主、こういう風に綺麗に抜いて勝ちたかったのね。そうらしいぜ。ま、ウプ主の満足な勝ち方ができたな。今回は1レース分長くなってしまったので、そろそろ終わりにしましょう。そうだな。では、あら？また、リプレイ？音楽が違う？いかにも当時の外国人に向けた曲調だわ。このコースは、ダウンタウンレイブシティね。そうだぜ。ウプ主、このコースも楽しくて大好きだぜ。ここは結構長くて、アップダウンや長いトンネルや、ジャンプや、S 字のコーナーをドリフトで抜けたり、コースを覚えるだけでも大変よね。ウプ主もそう思って走ってみたら完璧に覚えていたぜ。昔、よっぽどやり込んでいたのね。だな、それにウプ主はこのコースも大好きだぜ。これって次回の予告？かもな、ということで、今回の動画はこれにて終了です。最後までお付き合いしていただいた皆様方、お疲れ様でした。何かお気づきの点やリクエストが、ございましたらコメント欄に、
もし、この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録と高評価をいただけましたら幸いです。それでは皆様お忙しいところ、ご視聴いただきありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。